変えたくないっていう,<ー>もう気持ちがものすごく教育現場で強いのでティーチングからポーチングやっていうことを徹底的にやるべきで、ね、教員になっている人が必ずしもティーチングが上手いわけじゃない今必要なの教育改革とは何かそれと絡めて九月入学賛成か反対かというのを伺いたいと思いますので,です、ね、皆さん挙げていただいてよろしいでしょうかお願いしますまずほーいえー さっき増田さんねもう教育試験の話はかなりしましたけど、ね、9月入学の話かからしましまょうか反の結構ねグローバルまあ留学支援やってるんですよね、うん、でインターナショナルスクールなんでかなりその9月入学って追い風。うん で、はい、ではあるんですが社会全体考えたらなんか別にここで9月入学してグローバル適用できるとかそもそもなんか論点ずれてるなと思っていてそこのタイ入学のタイミングでグローバル化できるわけではないんですこれはもう今の9月内入学であった私は僕たちその海外のトップスクールにこうど,んど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 ん受験のサポートして送り出すんですけれども彼は3月で卒業して。 やっぱ半年間ギャップターム使えるんですよ。うんうん、そのままなんかインターンしたいだとか、いろんな旅したいだとか。結構いろんな経験をして、そのまま。あの大学に入学できるんで、うんうん、結構スタート足切れるんですよね。うんうん、結構実はグローバル人材育成で留学生を送り出すという観点で言うと。 実は十月入学の方がいいと思って<ー>余白があっていいとよく言われるのが海外の人が入りやすくなる。うん、なるいやでも海外の人であったでしょう。そもそも日本の教育こう大学の教育を受けたいと思うかっていうの一つのポイントとしてあるのと、うんうん、本当に受けたいと思うんだったら別に九月じゃなくても、うん、受けるだろうあのまあ来るだろうっていう話なんですよね。もう一つやっぱりすごい根本的にちょっと難しそうだなと思うのがじゃ九月入学に変えるということはこれは多分 入試とか全部買いますよね、うん、結構、まあ、あの企業の人事部の方とか上場企業の方の話を聞くといやすぐ対応できるよというんですけれども、うん、でもほとんどが今やっぱり中小って考えた時にいきなりじゃあそこに今まであったシ,システムをぐっガラッと変えて、うんえー、9月にするとかっていうのは結構無理があるなと思うので、うん、なんかこれなんかこう本当にそこをいろんな無理を押し通して、うん 9月入学ってやる意味あるんでしたっけっていうのは,はてなだらけなんで。だったら別にやらなくても、あの十分いいんじゃないかっていうスタート、うん。それよりも先にやることあるでしょっていう。やることはたくさんあ,ります、ね、ある。これ大変だよということですね。と、はい、こよありますね。はい、賛成。いやいや、はい、僕はね、その、はい、どっちですかって言われれば、賛成。ですっていうのはもう前から思ってることなんで、今の意見も全部その通りだと思う。うん、で、あの。書いてあるのは、その、あれですよ。 まだ誰かオンライン化に集中すべき時期なんでどっちかと言われれば当然賛成なんですけどほぼ同同じで同じです今,今、慌ててやる人ただ、今の,ねあの意見で一つだけ言うと企業は中小ではあってもあったらなったですぐ反応すると思いますそこはやっぱ学校組織が小学校どうするのとか中学校どうするのが一番すごい大きい壁になるそこは、うんうんうん 改改革革の方は、はい改革いいっっちゃっていいですか、ね、まあこれ今のね松田、うん、さんのよに近いんですけどね、うん、あの先生が主体的に変わりたくなる仕組み作りっていうか、うんうん、今これやんなさいって粗相のないようにやり続けなさいがこう求められてる仕組みになってるけど、うん、校長もはじめあの面白いことやって子どもたち伸ばして受けたらこう評価されるじゃないんだけどもまた評価してますって言ってまたいろいろ突っ込んでくんだからみんな。 <laughs> <あの> <laughs> ちゃんとやりなさいじゃなくってあのもう一言言うと結果例えば結果責任みたいなの作っちゃってねあれも最低基準でいいから30人受け持ってら絶対30人この学年末にはこの基準だけは到達してくれとでそのためには何やったっていいよって言う何やったって言うって俺、外遊びが伸びると思っ外遊びやらせればいいしう俺はドリルが絶対向いてると思うからドリルでって言って。 で、その先生たちの主体性を持って、ある程度、ただ、結果だけは一律に、もう責任、この基準だけはね、っていうのを持たせるとか。うん、あの、先生たちが、なんかね、簡単に言うと、いい人ばっかりなんですけど、一人一人会うと。うん、でね、あのね、いや、同性みたいな感じになっちゃったんですよね。いや、そうですよね。変われない、もう、すごい大きい、こう、組織体の中の一人なんでも、みたいになっちゃってるんで。ん確かに、会うといいたいんですけどね、一方、先生方、大体、社会人の経験はないんですよね。うん 先生経験しかないんですよね。二十、うん、二十時間からそこ行っちゃうって人がいるんで。でね、まあ、ただ、その。社会 社会の経験がななきゃいけないかっていう僕そうでもないいと思っていて、うん、だその銀行をじゃあ5年やった人をじゃあ先生に欲しいかっていうとちょっとはてなって銀行のことしか知らないし <laughs>、うん、で学校のの先生も,もう社会の構成員なんですよね、うん、別にそれはなんかその役職の話とか仕事の話というよりはマインドセットの話だと思っていてクソつまらない銀行員もたくさんいるしめちゃめちゃ面白い先生もいるしどんだけ社会にどんどんこう学びに行きながら教養を身につけて子どもたちと向き合う というところはポイントなのかなと思います、ね。ま経験のフれ幅が大きい人も欲しですね。なるほど。ね、藤原さんお願いします。はい、あのまずね、あの学校三ヶ月開けられなかったとで授業が遅れたから。 だから後ろへずらすすっていいううう発想はもう絶対ありえないと思うんですよそれで9月入学っていう発想はこれはもう別問題なんで3ヶ月の遅れはもうとにかく進んじゃってる子もいるんで遅れちゃってる子をやっぱりあのきっちり補習でカバーするっていうのは夏休みを1週間にしたりあのさっきちょっと僕言った朝活やったりねで絶対カバーできますよ。でそれはもう先生たちは命がけで9月までにキャッチアップしなきゃいけないんですよそれは。 つまり学力の保障っていうのは9月までにしなきゃいけないっていうミッションが先生にはあるとそれと9月入学の問題とは全然別、うん、で僕はあの9月にあの大学大学だけですえ入学になってもいいとは思ってます、うん、で実際に2011年か12年東京大学はもう全面的に9月移行するって発表してんだよね、うん、で実際それ検討したけどできなかったわけですでいろんな理由があったわけけですけど僕は やるんだったら東大が2022年にちょうどあの成,人成,人成人の年齢が18歳に下ってくるんで、うん、そのタイミングでやってみたらどうかと、うん、東大だけまず先行すると、うん、で東大っていうのはもともと明治期には9月入学だったんでそれ、うん、に戻すってことですよね。うんうん、でそこでギャップタームが生まれますよねさっき松田君の話でも。 4月からの半年間のギャップが生まれるんでそこで高校卒業してからまあ本当はバイト三昧してもいいしそれから被災地行ってもいいしボランティア行ってもいいし最貧国旅するっていう子がいてもいいしまあ昔だと一人旅あの無線旅行なんかやりましたよね。でそういうその人生を考えるっていうのは高校から大学の間に半年あるとまあ最低3ヶ月あるっていうのはすごくいいしその揺らぎがね日本の腸のつくこの 至上主義みたいなもう全部ジグソーパズルでこう合ってないと気が済まないみたいなものを崩すんじゃないかと思うだからそのギャップターンはそういういい効果を生むんじゃないかという仮説があるとでもこれも仮説です。うんうん、でやってみないとわからないんでだから留学が増えるっていうけど来る方は増えると思います。たただ行くく方はは今長期の留学はすごくその子ちちがまあちょっと保守化して あんまり行きたくないニューヨークもパリもあんま憧れじゃないんだよね、うん、僕らの時代みたいにだから増えるかどうか分かんないんで、うん、これやってみてで東大がやってみてこれ増えるってなったら他の大学揃えてもいいと思うんですよ、うん、で実際今もうね秋入学もやってる大学って60個ぐらいあるんですよね結構多いですねもう要するにその助走は始まってるんで十構、うんあ,あ,ね、ありますよなんであのそれを揃えるっていうのは大学がありで僕は幼稚園から高校までも 秋にすする必要は全くないいと思いま,す、ねね、まあ松田さんさっき言ったことですで、要するにその根拠を示してくださいよその本当にあの9月入学をしてる人は。それも全然根拠ないと思いますから。はいうん というわけです。浅い知識だったんですね。東大だけぜひやったらアメリカと一緒になれるって思ったんでね。これはやっぱ現場の声ですね。こちらお願いします。こちらお願いしはい。えっとね、教育改革、僕もずっとあの20年間やってきまして、でどこがキモなのか、どこ崩せば崩れるかっていう。さっきのギャップタームも面白いんだけど、やっぱりその小学校って結構崩れにくいんですよ。もうとにかくその硬いんですすごくね。 で中学校はもっと硬いですよね。ということであの高校がねいいと思う,うで高校まず高校だけね、えー、全生徒の私有のスマホをもう w i フ f i でつなげるようにして100%授業に生かしなさいとつまり一条高校でやったことねでこれで一番あのや,るやれるのがその生徒の、ね、意見ね手上げなさいってリアルな授業でやるけど手上げろって言われたら40人のクラスだったら5人ぐらいしか手上げないですよ。 もう小学校から手上げ慣れている成績優秀児と目立ちたがり屋あと人35人ぐらいも頭止まってますからでそうじゃなくてスマホから意見言わせる LINE のノリでスマホから意見どんどんですが質問もスマホから取る。それからあの一番極めつけは その今終わった英語の授業に対して分かりやすかったか分かりにくかったか4段階評価で評価させるっていうことを要するにオールジャパンで高校生が全部やるってことをすれば先生の授業も相当緊張走ると思いますし要するに茶っ今要するに教室でやってるとあの評価受けませんしその校長もいちいち見に行きませんしもう全く分からないんですよ。 なのでそこを社会に開いちゃうっていうことをもう高校だけでも100%私有のスマホを BYOD っていうんですかブリング用ディバイスでつないで授業に生かす、うんうん、これをやると相当変わるしその次僕、僕中学までやっていいんじゃないかなと思うんです、うん、小学校はちょっと議論が分かるかもしれませ、うんね。うんはい 高校を変えるべきってことなんですね。現場でやった方だからこそのあのすごいです。中学校もっと硬いってすごいですね。中学校緩いと思ったんですけどね。中学はねやっぱりあの先生たちもね、まあ部活やりたくて来てるようなところもあるんですよ。はい。はい。だからまあ授業が下手な先生結構いて、だけど部活の指導をやらせるとすごいと。でもこれもね、そのバスケット部入ってやんちゃなやつがそのバスケット部の顧問が数学の先生だから。 だよね、お前数学俺の教科だから勉強しろって言ってやるっていう部分もあるんですよね。何、うん、か今の話でやっぱり何が変わ,った変わるその変わるタイミングってやっぱりこう大人が子どものことを評価しようとすると。うん なんか一気に固くなる、うん、で結構日本の小学校教育ってすごい質が高いんですよ。うん、やっぱこれ世界的にやっぱり注目されていて<ー>本当にこう実は小4まで評価ってないんですよね、うん、そのテストとかそうゴリゴリにやらない、うんうん、で高学年から徐々に徐々にテストになって受験があって、うん、で高校受験に向けての中学校3年間のゴリゴリの,、うん、あのカリキュラム山あってゆとりがないまあ、まあ、テストでこう追われていくっていう感じになっていくんですよね。うん、なのでなんか評価を、まあね、藤田さん今おっっしゃったように 大人が子どもの評価するんじゃなくてなんかやっぱり、まあ、こ教育の主権を子どもに戻すっていうところに行きたくてっやっぱり子どもがちゃんと自分の学びたいものも。 なんかそのよく分かんないものがちょこちょこ詰め込まれてるなんか幕の内弁教育の幕の内弁当家って呼んでるんですけどそこからじゃなくてウーバーイス的にやっぱこういうものがあって自分で選べると選択できると、うん、でその中でそれはやっぱりこう教えてる先生のことも先生が評価するのももちろん大事なんだけれども合わせて生徒が先生を まあある程度、まあ評価というか、フィードバックですよね。うん、授業を良くして、フィードバックして、教員が学べるような体制を作っていったら。先生も成長実感を持てるし、めちゃめちゃ楽しくなる、うん。僕言ってるの、本当重なりますよね。うん、その仕組みができたら、先生もう嫌だから、絶対自分で変えていかなきゃって。うんうん うん、そうそうモチベーションがないんですね<授>変わることの良さは、まあ。塾産業は当たり前にやってきたわけですよ、ね。もうもう人気、うん、なかったらもう、うん、終わりです,ですね、うんそう。そうないしね、うん、あの自分が自信なかったら例えば今二十代の教員がものすごい増えてますから、うん、自分がその非常に不得意な単元例えばあの算数の三年生の 分の今っ子どもの世界に5分の3なんて世界ないから、うん、でそれと0.3足すなんてったら気が狂っちゃうわけですよ。うん、でこういうのをうまい先生っていうのは結構ネットの中にいっぱいいるんですよ、うん、ね。それ使ってで自分は横に回って、うんはい、児童生徒と同じ方向を向いてそう画面見て、うん、でファシリテートすると要するにもっと優しく教えたり<れ>止めたりね。うん 繰りり返したりねそういうふうに立ち回れば僕はものすごく学校っていうのはもっと生きると思いますからねそうですねズーム側も聞いてみましょう,うん、うん、じゃあはいじゃあ,、えー、じゃあ稲葉さんからいきましょうかあ<の>、ね、一応親子代表親子というか母親代表としての立場から、はいえっと、9月入学についてはおそらく全国の, <laughs> あの親も子どももどっちでもいいと思うんですよ。<laughs> あ ただ、それよりもでしかも今回のこの問題を9月入学で解決できるかっていうとそもそも9月の,その秋の時点で感染が落ち着いている保障ていうのは何一つないのでそのこに、またあの一旦収まったところにまた第,2波が第何波か分からないですけどで結局、また休校になっている可能性もあるので、えー、と9月入学で解決するとも思えないし そもそもあのそれで解決しようとするんじゃなくてやっぱりこうちゃんとあの議論して決めてほしいしもし切り替えるのであれば思いつきとか勢いではなくてちゃんと計画的に現場の先生とかがなんかこうすごい大変になったりしないように計画的にやっていただきたいなと最初の意見、ね、このバットの全体で見たときにあこれは相当。 ね、反対意見かなと思いきや、うん、意外と皆さん同じこの土さんに負けてという意見は正しいんですね、うん、今の稲葉さんの付け足すとねあの9月入学にするかどうかじゃなくて例えば9月っていう期限を決めてそっから先はやろうと思えば100%オンラインでできるよっていうことの備えを今やれみたいな、うん、<ー>そっちだったらこれから何度パンデミックがあってもみんなやれるわけだからそっちに力,力点を置いた絶対いいううう的な まあ、インドも含めてのインフラを整えてくれと9月どかどうでもいいよといういさ、はい、さんん野野賛賛成成でですすけどね9月いや僕、賛成の理由はただ一つでとにかく今の先生方とか学校って去年と同じことを何とか投稿しなくてもやろうとか何しろ変えたくないっていう,<ー>もう気持ちがものすごく教育現場って強いので、ね、そうじゃないから<す>もうなんか9月にしちゃえば。 カオスになると日本ってすごい強い人がいっぱい出てくるんですよ <laughs> い,いい例が。<laughs> はい、でもも,うものすごく抑えられてるからだからどうせなら変えちゃうっていうなんかもう変化の方を取りに行った方がいいんじゃないかっていう意味で9月。でじゃあ半年後ろに伸ばすでしょと <laughs>、はい、その夏野が言ってるしょうもない事業が伸びますよそのまま。